里穂です。今日は私がディレクターを務めるレムクローゼットの A-Lab の撮影があったんですけども、今回は初めての A-Lab ということでアウターを受注販売することが決まりました。イエーイ。でこれの受付が7月22日から7月の29日までウェブで ZOZO タウンとストライプクラブで受注を受け付けるんですけども、今回はこちらの2型をね作ったので、実際に今ちょっと着てみて説明していこうかなと思います。かなりねこの2つに関してはこだわったので、ぜひね皆さんにもちょっとチェックしていただきたいなと思います。でまずこちらの秋に着ていただきたいトレンチコートを2色で、サイズは XS サイズと S サイズがあるんですけども、今回は S サイズを着てちょっとお見せしようかなと思います。これがねすごい良くて、実はこちらがちょっとねここにね写真を、全身の写真を載せておきますね。そんな感じで、実はこれ 3way なんです。スリーウェイのトレンチコートで、まずねこれが脱げるような感じになってて、これが下がねジレっぽく着ていただけるような感じです。裾はこんな感じです。でこんな感じで着ていただけます。ジレですね。まずインナーはこんな感じになってます。でこちらのショートブルゾンを羽織るとこだわって結構頑張ったので、ぜひね皆さん
気になった方はチェックしてみてください。いろんな写真を載せておきます。裏返してきてみますね。こんな感じで、ここにもね、腕のところにベルトをつけました。こんな感じです。こんな感じになります。かなり、ね、2着ともこだわったので、こちらに関しては本当に皆さんにぜひ低身長の方には着ていただきたいなと思います。まあ、低身長の方の悩みとしてやっぱりアウターが大きすぎるとか、あと腕の長さとかがすごく長くなってしまったりとか、丈が、ね、異常に長かったりっていうこともあると思うので、まあ、そういう、ね、悩みを解消してくれるようなアウターです。ぜひ、ね、気になった方はホームページロゾタウンと、あとストライブクラブで販売しておりまして、あと公式のインスタグラムの方からでも注文ができますので、ぜひチェックしてみてください。こちらですね、ご注文していただいた方は9月下旬ぐらいのお届けになるので、ぜひお楽しみにお待ちください。はい、今日は見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、では一旦終わったんですけども、おまけ動画で撮影の様子をお届けしたいと思います。いつもこんな感じでだいたい5時間くらいの撮影なんですけど、ぶっ通しで撮影しています。私がディレクターをしているレムクローゼットは、商品企画からお洋服作り、撮影の構成だったり、あとはモデルもして、写真のチェックや写真の選別も全て行っているので、だ、ね、結構大変です。このね、撮影の日は一番気合が入るので、撮影が近くなってくると自分のメンテナンスもしないといけないっていうのが、またこれも大変です。でも一番はやっぱり自分の好きなお洋服が出来上がった時の高揚感だったり、モデルのお仕事も好きなので、今はとても楽しくお仕事をしています。ちょっとおまけ動画が長くなっちゃいましたが、ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。